皆様こんばんは、4月1日、午後9時15分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産をですね10倍100倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではですね、4月、1日の第2部の放送を、始めさせていただきたいと思いますけれども、今日はですね、チャート分析をまず行います。ビットコイン、そしてイーサリアム、リップル、エイダコイン、ステラ、そして寿司ですね。寿司。はい。初めて扱います。そして同時コインですね。で、こちら、あとニュースの方も、この同時コイン絡みのね、なんで上昇したのか。私、ツイッターもやらさせていただいているんですけれども、こちらでね、上昇要因が出てきましたので、そちらをお伝えしていこうかなというふうに、思っておりますので、最後まで楽しんで、ぜひともご視聴なさってみてください。はい。それではですね、まずはね、ビットコインのチャート分析なんですけれども、ただいまね、ビットコインが58,500ドル付近、まあ、$600付近ですか、を推移している形でございます。日本円で言うとですね、だいたい650万円ぐらいを推移していると。うん、で、もうね、見ていただいたらわかるように、こちら、サポートとして、約1週間ぐらい前から、起点として始まったサポートラインがですね、ずーっとこう効いている形になっておりますので、ここをね、こう、サポートとしてまたぐん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 上に上がっていくのかなと。うん、で、前もね、申し上げた通り、過去10年間のうちでですね、2回ほどしか、上昇相場が、なかったんですよ、3月は。で、今年ね、今までで過去最高の3月の締めくくりだったというニュースがね、上がってましたので、今月からね、1年のうちの第2四半期に入ります。いい流れで、地盤が固まってきてるんではないのかなという形でございますね。で、午前中のね、放送でも申し上げました通り、ゴールドマンサックスが、富裕層向けにビットコインとか他のアルトコインに関する商品をね、こう提供するということで、これがまた4、5、6月のうちの、どこかの月で開始するということで、さらなるね、追い風になっていくのかなという形がしております。うん、で、今でもビットコインはとにかくサポートライン上をまあ推移している形ですので、とにかくね、直近でやってほしいことは、やっぱり、まあ、6万ドル。うん。ないしはこのね、史上最高値であります、6万と2000ドル付近でしょうか。ここをね、上抜けしないと、やっぱり次の強い上昇が、待っていないかなと。で、最悪ね、今ここいるんですけれども、サポートライン上にね、もし割れたとしても、基本的にはこの、すごく意識されておりました、5万6500ドルですよね。ここをまあ、第一の防衛ラインとして、下支えが入って上にね、こう跳ねていくような形が見受けられるのかなと思いますので、とにかくビットコインは、まあ、長期保有であればね、長期保有目的であれば、まあ、とにかくもうロングしかないのかなと。で、FX であってもですね、ある程度こう、ロングで入っていただいてもいいのかなと。まあ、余裕を持たして、申し訳ございませんね。この5万6500ドルを下割れしたら、基本的にはこう、損切りをしていただく形でもいいのかなと。そこまでね、待てないという方であれば、もうちょっとこう、余力を持たして、まあ、1時間足レベルなんですけれども、ここのね、長期の移動平均線を割れたら、まあ、切り離すとか。まあ、でもおそらくこの5万6500ドル付近で、こう、跳ね返ってくるとは思いますよ。この基調的に行くとですね。ですから、FX であってもロングを、まあ、仕掛けてもね、まあ、申し分ない悪くない位置ではあるのかなという形がしております。まあ、本来であればね、この史上最高値を超えたあたりぐらいでもう一回ロングを仕込んでいくっていうのがいいのかなと思うんですけれども、ぐんとですね、もっと上に、まあ、つまり7万ドル付近をね、目指して仕込んでいくのかな。行くのがいいのかなと。もしくは、やっぱりね、ちょっともう過ぎ去ってしまったんですけれども、このね、長期の上昇チャンネルの、上昇チャンネルの下限値あたりでね、こう、ロング的なものを仕込んでおけば、まあまあ、今いい形で利幅が取れているのかな。もしここら辺で仕込んでいる方がいればですね、うん、まだ、7万ドル付近を狙っても全然、いいかなと思いますので、握っていただいても OK でございます。はい。まあ、ビットコインに関してはね、まだこう、大きな上昇というのが見られませんので、まあまあ、もじ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 と、うじうじしてる状態でございますね。はい。まあ、崩れないだけマシということでございます。はい。そういう形で行きましょうと。うん。で、次ですね。ビットコインがキングなら、イーサリアムクイーンでしょうか。はい。イーサリアム行ってみたいと思います。まあね、午前中の配信をしたのが、だいたいここら辺付近でしょうか。うん。ですから、あまりね、値動き的には大きな上昇も、まあもしくはね、下落も見られない状態で、今いい形でですね、1900ドルを、底として作ってる、形作っているような形が見受けられるのかなと。うん。で、まあ、ちょっと4時間足レベルで見てみましょうか。はい。4時間足レベルでもですね、いわゆるこの、3本のね、移動平均線っていうのが、ちょうどもう上向きになりつつありますので、いい形でここからね、上昇をこうて、まあ、底固めを1900ドル付近でしていただいて、イーサリアム様にはですね、ここからさらに2000ドルを超えて、直近の、まあ、直近とか最高値ですよね。ここら辺でございますね。2050ドルでしょうか。ここでの攻防を見ていくのが、まあ、ベストなのかなと。うん。で、まあ、前からね、申し上げてます通り、もうイーサリアムに関してはもう皆様耳にね、タコができるぐらい聞いてると思うんですけれども、前々から聞いてらっしゃる方は、ね、初めて聞かれる方はわからないと思いますけれども、4月の14日に、ベルリンですね、ベルリンという大型アップデートが待っております。
申し訳ございませんね。しゃっくりが出てしまいました。はい、すいません。で、あと7月ですね。7月に、ロンドンのね、またこれ大型アップデート。うん。ここら辺で、高騰してますガス代ですよね。ガス料金の改善がね、行われるのではないのかなということで、もっともっとイーサリアムが使いやすくなるような形になって、金額もね、どん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 上がっていく様子がおそらく見受けられるでしょうと。で、とにかく直近で言うと、何遍も言いますけれども、こちらのね、上昇チャンネルの、黒いラインが上昇チャンネルになっておりますけれども、この上昇チャンネルの上限値あたり、やはり2500ドル付近を一旦のね、目標値として定めておいていいのではないのかなという形がしております。ですから、今ね、1900ドルよりちょい上ぐらいで、足場固めをしてますから、そろそろね、時間軸的にも、ロング、現物のロングであってもね、あとは FX のロングであっても仕掛けてもいいのかなという頃合いはしております。もし青いラインあたりをね、1850ドルっていうのが、一度ね、こう、まあ、いわゆる、ボックスで、まあ、レンジ相場を作っていた上限値と下限値なんですよ。青いラインが上限で、黄色いラインが下限値なんでございます。ですから、まあ、青いラインをね、割れたら、まあ、例えば、FX であれば、ロング、損切りをしていただくと、いう形でもいいのかなと。割れるとね、やっぱり黄色いラインまでガリッと落ちてくる可能性がありますので、ね、損をあまりしたくない方であれば、そこら辺で損切りを設定していってもいいのかなと。ただね、もう、4時間足レベルでも先ほど申し上げました通り、すべての移動平均線が上向きにね、仕上がりそうでございますよ。そしてね、ここら辺でゴールデンクロスも起こしておりますので、まだ強い上昇がね、見られる可能性は多いにありますよと、でそして、1時間足レベルで言うと、そうですね、ちょうどね、中期の移動平均線、この黄色いラインでございますよ。中期の移動平均線がちょうどね、1900ドル付近に被ろうとしてますので、もう少ししたらね、ここを支えとして、ぐんとね、上に。ですからもう、直近最高値まで、あと120ドルぐらいなんですよ。ですから金額で言うと1万5000円ぐらいですか、日本円で言うと。ただいまの価格が21万3000円ぐらいですかね。ですから、22万5000円ぐらいが、日本円で言うと最高値になると思いますので、そこをね、基本的には一旦目指していくのかなと。で、勢いのまま抜けていく可能性が大いにありますよ、ということで、クイーンのね、様相はそういう形でございます。まあね、もう今、綺麗な形で上昇に向かっておりますので、特に心配なさる必要はないのかなということでございますよ。はい、次行ってみたいと思います。リップでございますね。リップです。はい、リッポーなんですけども、ちょっとね、ラインを追加しました。はい、ラインを。結構ね、短期での、ここら辺もじもじしてたじゃないですか。で、一旦ね、下がってきたんですけども、下髭をね、こう長い下髭をつけて戻ってきたんですよ。で、ここ見るとですね、下髭をつけて戻ってきたので、ここら辺がね、ちょっとサポートとして効いているのかなと思いましたので、いいですか？ここ、上昇起点ですよね。基本的には。この上昇起点からの、サポートラインとして、ここ引かさせてもらいました。引かさせてもらいました。はい。で、基本的にはこの間でですね、まあ、いわゆる、なんていうんですか、あちらですよね、アセトラですね。申し訳ございません。ド忘れしちゃいました。アセンディングトライアングル的なものをね、こう作っていくような形にも見受けられるのかなと。うん。基本的にこのね、上のラインっていうのは、日足での三角持ち合いの、レジスタンス、そしてこの線はサポートになっております。ですから、やっぱりね、強い上昇が始まるのは、この、今の金額帯、価格帯で言うと、基本的にはそうですね、0.6ドルですか？うん。0.6 ドルをね、きちんと上抜けした後に強い上昇が、やっぱり待っているのかなと。今の価格が 0.55 ドル付近。日本円で言うと62円ぐらいですから、やっぱり日本円で言うとどれですか？67、8円ですかね。うん。ここを明確にね、上抜けした後は、やっぱり日足レベルでの三角持ち合いを上抜けするということですので、かなりね、強い上昇が見込まれるのかなという形はしております。もう今頑張って買い方がね、上に上に上げようとしてますので、抜けたらもう直近最高値。一旦ね、この、まあ、髭をバリッとつけてるんですけれども、ここですよね。一回バリッとこう、髭をつけて戻ってきて、次押そうとしたんですけど、押し戻されて下落してきました。うん。ですから、この 0.68 ドル付近っていうのが、次の抵抗体になると思うんですけれども、やっぱり日足レベルでの三角持ち合いを抜けた後はね、かなり強い上昇が待ってるのかなと思いますので、ワンチャンでもう、まあ、時間軸的にも新しい新年度始まりましたし、第2四半期のね、スタートということで、うん、直近最高値を超えていく動きが、もしかしたら456のあたりで見受けられるのかなと。そしてほら、SEC の裁判の問題あったでしょ？あれが、やっぱり4月、5月、6月でね、またね、こう、反論文を出したりとか、ああいうものの動きが出てきますので、いいですか？ちょっとこうね、この3ヶ月間というのは要注目でございますよ。そして、前ね、私がこの放送で申し上げたんですけれども、多分ね、聞いてらっしゃらない方は知らないかなと思うんですけども、もう一度お伝えしますね。今、10月あたりで一応決着がつくんじゃないかっていうふうにこれ言われてるんですよ。ですけれども、この S、リップルのですね、いわゆる顧問弁護士の方が、もう最高責任者の弁護士の方が、早ければ、もしかしたら7月にね、7月です。和解という形が成立するかもっていうふうに、これ実は、海外のね、ニュースの中で言ってたんですよ。そして、ほら、最近ね、リリストされたでしょ？再上場したじゃないですか。リッケっていう、取引所で。これもね、あまりね、話題にはなってないんですけれども、かなりのプラス要因ですからね。ですから、リッケというね、
ちょっと国合わせで スイスかどっかでしたかねの、取引所でリップルが再上場したということで、うん、もしかしたら本当に7月にね早期決着っていう形がつくかもしれません。ですからおそらく買いがね今細かく細かく入ってきている状態なんですけれども、そういうね隠れた情報を知ってらっしゃる方がねもしかしたら買い集めている可能性がございますので、皆さんもねこの三角持ち合いをやっぱりこうなるべく抜ける前までにねこうちょっと、枚数を仕込んでおくのがいいのかなと。であとねやっぱりね視聴者様の中にはやっぱ悩んでらっしゃる方もいると思うんですよ。どうしようかなみたいな。でもね意外と私そういう時って結構ちょっと少量でも買ったりするんです、私の場合は。うん、やっぱりこう悩むってことは何かしらのいいですか、ここなんていうんですかね、別に霊感とかそういうの私全然ないですよ、信じてないんですよ幽霊とかそんなのは。ですけどこう第六感的なね何かこうざわざわっとするものが今まで私そういうものでこう買っててもうほぼほぼうまくいってますから。でやっぱりね人ってそういうのって意外とあったりするので、うん、気になったりねする方であればちょっとはね購入してみるのをねやっぱりこうおすすめしますよ。うん、やっぱりそういう風に悩んでる時に逆に買わずにあげられたらこれ精神的にも痛いんですよね、逆に言うと。うん、なんかこう悔しいみたいな。でそういう時になんかねこう狙ってたのにって言ってまた変なトレードしちゃったりとか、そういうのをね起こすんだったらちょっとでもいいから買ってみるっていうのね、これちょっとアドバイス的に申し上げておきますので、もしね気になるらっしゃる方であればちょっとだけでも購入を検討してみてはいかがでしょうかということでございますね。もう少しですねリップル、もう少しでなんかムーンが起こりそうです。はい、もう大きな動きがね来そうでございますよこちらは。はい、またまた予測が始まりましたということですね。で次行ってみたいと思います。いいですねやっぱり4月のね一発目の放送は楽しいでございますよ。皆様の資産がねボン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 増えていく可能性がやっぱりあるじゃないですか。私そのためにこの YouTube チャンネルやっております。はい、ですからチャンネル登録者なんていいんですよとは言いませんよ。はい、申し訳ございませんねとは言いません。ぜひともよろしくお願いいたします。チャンネル登録のもですね4月は1000名目指しておりますので、ぜひともぜひともよろしくお願いします。まだまだチャート分析いきますよ。皆様のお得になるようなねニュースもございますので申し訳ございません。行ってみたいと思います。はい、ADA コインなんですけれども、ADA コインですね今これ見ていただいたらわかります、今の価格が1.19 ドル付近ですね。まあ、日本円で言うと、どうでしょうか。150円あたりを推移しているような形ですね。まあ、日本の取引所で扱ってないので、まあ、ドル表記になるのは仕方ないんですけれども、まあ、バイナンスとかね、ああいう海外の取引所で、まあ、購入されてみてくださいということですね。バイナンスのリンクは、私の概要欄に貼っておりますので、まあ、ぜひご活用なさってみて、動画の方にもね、再生リストの初めての方へというところに、バイナンスの登録の仕方から、あとは取引のやり方まで、うん、すべて説明しておりますので、ぜひとも活用してみてください。そしてADAコインなんですけれども、やっぱりね、この上昇起点からのサポートラインですよ。これもうバッチバチバッチバチ効いてますよね。わかりますよね。もう、本当に何遍も言いますけど、もう絶対に割れたくないマンが存在してるんですね、ここの上では。うん。ですから、今、ちょうどね、サポートラインに差し掛かっている状態でありますので、やっぱり買いとしては、現物買いとしてね、入れていくのは全然申し分ございません。やっぱり何遍も言いますよ。イーサリアム、ポルカドット、エーダ。もう、何遍も言うのはですね、理由があります。基本的に、上がる可能性が莫大だからでございます。はい、ですから何でもね言って本当しつこいなこのおっさんと思われる方本当に申し訳ございません。ですけどやっぱり注目通貨ですから上がるでしょうと。でやっぱりねこのねADAコインに大きく関わっていた、チャールズ・ホスキンソンさんがねやっぱりこう、あれですよ、イーサリアムからADAコインに100社以上が流れてくるよと。イーサリアムからADAコインにね100社以上が流れてくる企業がですよ。ですから今後かなり必ずねどこかしらのタイミングで吹き上げると思いますよこれに関しては。うん、で大型アップデートもまだ1個残ってますので、実はねメアリー以外に。ですからそのニュースがね年内に流れてきたらスコーンっていくと思いますので、今のうちに少しでもこういうのはねちょっとでもちょっとでもいいので、例えばまあ今150円ぐらいじゃないですか。まあ100枚買えばね、どれぐらいでしょうか。1万5000円ぐらいですか。ですからちょっとずつちょっとずつ集めていただければ、うん、かなりいい思いがねできるのではないのかなと。ポルカドットも一緒でございます。ADAはまだ買いやすいのでですね、ドットに比べると。ですからまあ買い集め推奨コインでございます。でまあ直近の流れで言いますと、とにかく今サポートライン上にタッチしていますので、買いの候補として、まあ、捉えておいてもう間違いございません、間違いございません。はい、で割れたとしても結構ねこう1ドルとかこう切り板で支えられていく可能性が多いのありますから、やっぱり1ドル付近に差し掛かるとね、下髭をビョンビョンってこうつけながらビョンビョンってつけてね戻ってくる様子がこう見受けられるので、やっぱり1ドル付近っていうのは切り板ですから意識はされているんでございますよ。うん、ですから買われていただいて、やっぱり次の上昇波が見られるのはこの1.5 ドル付近でしょうか。ここをね明確に上抜けしたら基本的にはもう2ドルを、目指してねバリーと上がっていく形が、するのはもう目に見えておりますよねということでございますね。はい、あ、まあ買い合
煽りではございませんので、他にね気になる通貨があればそっちに回していただいたりとか、例えば IOSD もね、蓋が取れた蓋が取れたって皆さん言ってますけど、蓋が取れた可能性は大いにあります。今日午前中にね扱ったので第2部では扱わないんですけども、蓋が取れた説ね濃厚ですよ。あれはもう6円ぐらいですか、日本円で言うとね、推移しておりますので、まあ、もしかすいません、エイダコインね今買いの通貨として考えてみるのは、おすすめでございます。いかがでしょうかということでございますね。はい、次行ってみたいと思います。はい、ステラでございますよ皆様。私のチャンネル登録者もですね500名を突破して、もうはっきり申しますよ、私おそらく大物 YouTuber でございます。500名でございます。かなり多いですよね。でもここから2倍、10倍、100倍、はい、私の目指すべきところは10万人でございます。こちら何でも言います、目標は10万人でございます。必ず到達しますから、はい、申し訳ございませんね、チャート分析の途中で。次行ってみたいと思います。ステラでございますね。ステラなんですけれども、これもねチリーズですか、昨日、一昨日あたりね、チリーズをおそらく特集したと思うんですけれども、チリーズと同じようにね、あまりこう、わかります?頭を押さえつけられていたラインを上抜けしたんですよ。うまい具合に。もう見ていただいたらわかりますよね。上抜けしました。うん。ですから、買いは全然推奨です。で、ちょっとね、力強く上がっていくかなと思ったんですけれども、やっぱりまだこう、うようよちょっとこう、していると。うん。ですから、ちょっとね、ここの 0.34 ドルから 0.4 ドル付近、今の価格がちょうど、ごめんなさい、ちょうどですね、0.4 ドル45円ぐらいですね。ですから、下がごめんなさい、0.35 ドル、上がですね 0.42 ドルですね。ですから、金額的に言うと、どれくらいですか、40円ぐらいから、48円ぐらいの間でのこういわゆるレンジをねこう意識されて動いていく可能性も今からあります。うん。ですけどやっぱりこのねレジスタンスラインを上抜けしたっていう大きな要素がありますので、まあいわゆるプラスですよね。ですからこの 0.42 ドルをとにかく多分抜けたいと思うんですよ。ここでやっぱりこう売りがね入ってきて、なかなか抜けられない状態になっております。でやっぱりステラに関してはリップルのね兄弟分っていう立ち位置じゃないですか、なかなかね。うん。ですからリップルがパリーンと吹き上がったら、それに伴って、ステラもねバーンバーンと、まあ、バリンとね、行く可能性は大いにありますから、ここはね、ステラ、購入されてらっしゃらない方、これ短期でのトレードとしてもいい場所にまだいますから、うん、日足レベルでまだ4日間ぐらい、3日4日ぐらいしか、抜けた直後で3日4日ぐらいしか経ってませんので、今からね、リップルの様子も相重なりまして、上にバリンとね、こう、上抜けする可能性は大いにありますよ、ということでございますね。よろしいですか?うん。ですから、まあね、こちらも買いの推奨コインとして捉えておいていいです。もしね、損切りするのであれば、やはりここの 0.35 ドル、日本円で言うと40円ですか?ここが強くね、サポートとして機能しておりましたので、サポートとしてですね。ですからここを抜けたらもう損切りしていただいて結構でございますよということでございます。まあちょうどね日足レベルで長期の移動平均線も上がってきておりますので、うん、ある程度ねサポートラインとして機能してくるのかなと。だから FX とかあとは現物短期のね現物トレードとして、立ち位置としては申し分ない、まあコインになっておりますということでございますね。はい、次行ってみたいと思います。はい、寿司でございます。寿司ですね。はい、私寿司ネタの中ではですね、とにかくウニが大好きでございます。行ってみましょう。はい、申し訳ございませんね。本当にうざいな、この親父と。お前の話はどうでもいいと。チャート分析だけしておけと。申し訳ございません。肝心なところで噛んでしまいました。うん、チャート分析だけね、しておけと。わかりました。少々お待ちください。今行ってみたいと思います。はい、寿司でございますけれども、いいですか、皆さん。これちょっと注意でございます。うん、いきますよ。まあね、こう、寿司、まあ金額高いですよね。今15ドル付近を、まあ推移している形になっております。で、やっぱり、ユニですよね。ユニスワップ、ここのね、話題に持っていかれてますよね、やっぱりちょっと。ですから、5月のね、5日に、ユニスワップの取引所自体がバージョンアップ、グレードアップします。アップで、大型アップデートします。うん、でそこでね、手数料関係とかが、まあ、ほぼほぼ解決されて、もっとよりよく使いやすい取引所に進化します。ですから、やっぱりユニにね、今、こう、話題性を持っていかれてるのかな、という形はするんですけれども、この、実は寿司もですね、3月の、11日に、いいですか、コインベースプロに上場してますから。ですから、実はね、こう、コインベースプロに上場しているということは、やっぱ期待通貨のうちの一つなんですよ。今、日が当たってない。だけでいつかねこれまたね来ると思いますよ。やっぱりディファイ関係銘柄としてね。で今やっぱりこう下降チャンネル内をねこう推移しているような形になっているんですよ。ですからとにかく次の上昇波としたらですよ、いいですか皆さん、ここのいわゆるこのね下降チャンネルの上限値、このレジスタンスを上抜けしないと次の上昇がやっぱりなかなか始まらないっていうのはまあまあわかりますよね。うん。で最悪落ちてくるとしたらこの下限値あたりまで、ですから金額的に言うとですね10ドル付近まで最悪落ちてくる可能性がございます。そこだけは注意しておきましょう。ですから寿司入るんであればとにかく上抜けをしてほしいんでですけど、まだもう一個あります。4時間足レベルでですね、この、見ていただきますね。ちょっとアップしますね。
こちらですよ。短期の移動平均線でやっぱり押さえつけられている。中期の移動平均線も上にある。長期の移動平均線もこう垂れてきていてね、まだ上にある状態ですから、やっぱり、こう次のね、買いを狙うんであれば、安パイを切って狙うんであれば、こちらの上昇チャンネルでございます。これ上昇チャンネル綺麗に描いてたんですよ。うん。上昇チャンネルの中にね、こう回帰した後にやっぱりロングインしていただくのがいいのかなと。逆にここに回帰するということは、ある程度大きなね、ニュースが流れてる時でしょうから、今のこの仮想通貨業界で、いいニュース流れ、いい気象が始まってるじゃないですか。ですけど反応がないということは、逆に帰ってきた時はいいニュースが流れてきているということですので、ここのね回帰してきたところでロングインをしていただいて、上昇上を上限値25ドルぐらいで狙っていただくのがベストなのかなという形がしております。まあね、待てないよという方であれば、基本的には直近で言うと、この、下降チャンネルの上限を抜けた後にね、いいですか、抜けた後でございますよ。抜ける前だったら押されて下がってくる可能性がありますから、抜けた後にロングインで、行くのはいかがでしょうかということでございますね。とにかくいいですか、まあ、FX とかね、まあ、短期トレードもそうなんですけど、OK です。とにかく入るべき場所っていうのがあるんですよ。入っちゃいけない場所っていうのも当然存在します。ですけど、これはね、LINE の引き方なんて人それぞれじゃねえかって、まあまあ思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、ほぼほぼ意識されてるとこって、大体このね、相場し、ほぼほぼ一緒なんですよ。ほぼほぼ一緒なんです。ですから、なんて言うんですかね、すごくね、マニアックな LINE を引いてる相場しの方もいらっしゃいますけど、そこがじゃあ、大多数の相場しが予想している LINE とどっちが勝つかって言ったら、やっぱり大多数の相場しが予想している LINE が勝つんですよ。だってそれ通りに基本的にはチャートで動いていきますからね。そこを意識してみんな買いを入れたり売りをね、こうショートかけたりするわけじゃないですか。ですから、少数派の相場師がね、めちゃくちゃマニアックなこうラインを引いて、まあ予想しているのも当然あると思うんですけども、どっちが勝つかって言ったらやっぱり人数大多数の方がそう予想している方が勝ちますので、なんだかんだ言って。ですからチャートってそれ通りに動いていくんですよ。わかります？まあ人間のね、心理をとにかく反映しているのがチャートですから、OK です。ですから、まあある程度ね、線をまあ練習で引いてみたりして、で、なんで落ちてきたんだろうとか、そういったね、要因を考えながら、こう練習をね、してみて、いただくのはいかがでしょうかということでございますね。まあね、申し訳ございませんね。私より相場歴が長い、もうバリッバリ稼いでらっしゃる方も、この中にはおそらくいらっしゃると思います。はい。そういった方はね、もう分かってるからお前と。その方はもうね、もう、バットボタンで、全然構いません。コメントにね、お前もう、講釈垂れるんじゃねえと、さっさと説明しろと、申し訳ございませんね。やっぱりね、入りたての方もいらっしゃいますから、ぜひともごめんなさい。もしね、ベテランの方であれば、ふむふむ、そういう考え方もあるよねって、こう納得していただければ、もしよろしければ、グッドボタンをよろしくお願いいたします。すいませんね。はい。で、まあ、そういった形で、まあ、練習していただくのがね、やっぱりいいのかなと。で、今私が使っているのは、トレーディングビューというね、トレーディングビューというアプリですので、これはものすごく使いやすいですよ。いろんなね、通貨の、いろんな取引所から引っ張ってこれますから、これはもう、仮想通貨でね、取引をされる方であれば、もう必須のアプリでございますから、皆さん、必ず入れていただいて、いろいろね、チャート、まあ、LINE であればね、この×印、ちょっと行きますよ。このプラスの印の、この描写というところあるじゃないですか。これのトレンドラインとかにね、こう押していただいて、こう。こういう形でこう引いたりできますので、いろいろね、試してやってみるのはいかがでしょうかということでございますね。まあね、このトレーディングビューの、使い方に関しても、まあ時期を見計らってね、いろいろこう、その都度ね、説明していきたいかなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。今日のね、チャート分析の最後でございます。一旦ぶち上げた同時コインでございますね。同時コインでございます。こちらがぶち上がった要因はニュースでお伝えしますから、少々お待ちくださいね。いきますよ。ちょっとね、ツイッターの方で流させていただいたんですけれども、理覚考えてもいいかもです。ちょっとです。はい。何か。まずですね、勢いよくぶち抜いたんですけれども、勢いよくぶち抜きました。で、ちょっと、申し訳ございませんね。矢印を入れさせていただきたいと思います。一旦ね、勢いよくぶち抜いたんですよ。もう、わかりますね。下の出来高のヤバさ。はい。ぴょーんみたいなね。ぴょーんみたいになってます。で、ちょっと4時間足の落とし込んでいきますけれども、いきますよ。重要ラインがとにかくね、0.064 ドルだったんですよ。やっぱりレジスタンスとして聞いておりました。で、そこをね、一気にブレイクして、直近高値で言うと 0.07 ドル付近まで吹き上がったんですけれども、今ね、残念ながらちょっとね、こう、売りが入ってきて、また割れ込んでしまったので、もしかしたらこう、全戻しする可能性もあります。ですから、もしね、同時コイン入られている方であれば、3分の1とかね、ぐらいまで、まあ、利確してももしかしたらいいかもなと、もう一回下がってきて下でね、拾っていただいてもいいのかなという形をしておりますので、ちょっと考えてみてもいいかもです。重要なレジスタンスをね、ちょっともう一回割っちゃったので、はい。で、とにかく、申し訳ございませんね。何回も動かして。冷やしレベルで言うと、すいませんね。
基本的には、ちょっとね、こう、まあ、下がちょっと足らないんですけど、上がですね、$0.064、下が、基本的には$0.04の、こちらもね、レンジ相場的なもので、こう、うよ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 動いてた状態でございます。はい。で、やっぱりね、ここ、何回も何回も上が意識されていた$0.064をちょうど上抜けしたんですけども、ちょっと力が強くて、あとはね、うん、実用化的な上昇要因じゃなかったので、これ、今回の上げは。だから、もしかしたら全戻しがもしかしたらあるかもな、っていうのがちょっとあります。うん。ですから、そこら辺はちょっと要注意でいきましょうと。で、やっぱり次の上昇波を狙うのであれば、勢いよくね、$0.064をやっぱり完全に上抜けしないと次の上昇が始まりませんので、うん、そこだけはちょっと注意しておきましょうかと。今ちょうどね、もうその付近に差し掛かっておりますので、今回もう一段ぐらいね、頑張って買い方が上げていただければという、上げていただければという形でございますね。ですから10時の時間軸的に、もうちょっと上で10時を迎えてほしいです。10時ですね。ですから私のこの放送が配信されている時にはどっちかの決着がついていると思います。1時間足レベルで上で、終わるか下で終わるかが分かると思いますので、下で終わったらちょっとダラッと下がってくる可能性がありますから、ダラッとね、そこだけは注意しておきましょうということで、まあ同時コインに関してはね、一旦バリンとぶち上げましたので、ちょっと取り上げた次第でございます。はい、それぐらいにしましょうかね、コインの、まあそうですね、相場に関しては、それぐらいでいいかなという形がしております。はい、そうですね、じゃあニュースの方行ってみましょうかね。今日まず一つ目のニュースを言ってみたいと思います。海外のね、ニュースは結構午前中で取り上げました。私のツイッターの方にですね、いいですか？名前出して大丈夫ですかね？ゴンタさんが、あちらでございます。もしかしたらもう一回チャート戻りますね。あちらでございます。もしかしたら、ごめんなさい。ERN ですね。ERN。この ERN に関する、ちょっとね、こう、ツイートを私の方に情報としていただきましたので、またそちらで、ね、ちょっと取り上げようかなと思ったんですけれども、明日あたりね、こう取り上げていこうかなと思いますので、ERN が、NFT 関連でね、トップを取るんじゃないかみたいなニュース、ツイッターの方で私リツイートしてますので、もしね、気になる方で英語読める方がいれば、ぜひ見てみてくださいということでございますね。はい、次行ってみたいと思います。申し訳ございませんね。ゴンタさんありがとうございます。で、こちらですね、ニュースなんですけれども、まず一つ目、うん、暗号資産は、ごめんなさいね、名前言って、言わないでってもしかしたら気になさったら申し訳ございません。その時はコメントでですね、お前言うんじゃねえよって入れていただければ申し訳ございません。はい、で行きますよ。暗号資産は、貯金にとって変わるんじゃないかというのをですね、バイナンスがこうロシアで調査したんですよ。そしたらロシアのね方々が、まあ貯金にとって変わるんじゃないかっていうね、こう大多数の方が言いましたと。うん、でこれ上から下に流していきますけれども、今ね暗号資産のイメージ、まあ約 80% のユーザーが、まあこの調査時点で、まあ実際に暗号資産を所有していると、もうすごいですよね実際問題。調査回答数が、まあ、2万件ですので、もう結構な割合で、うん。ですから、まあ、2万3000件ですから、ちょうど2万人ぐらいですかが、もう、所有をしていると。うん、で、こちらですね。58% が暗号資産が、将来のある時点で、お金を貯蓄する方法として銀行預金にね、取って代わることができると考えていると。うん。で、まあ、こちらね、上から下に流していきますけれども、やっぱすごいですよね。保有状況を見ていただいても。うん。もう 3.5% がもう暗号資産にフルぶち込みだと。もうぶち込んでいるから頼むぞと。うん。で、37% がアルトコインのみ、まあ、ビットコイン持ってないよという形ですよね。うん。で、こちら上からまた下に流していきますよ。こちらですね。ここも気になりますね。半数以上は暗号資産をマイニングしているか、ステーキングしている。やっぱりわかりますよ。日本って、ステーキングしてない人が多いんですよ、結構。多いんです。私知ってます。はい。だって、取引所に置いててもしょうがないじゃないですか。ステーキングした方がもらえますので、ずーっとね、塩漬けしておくよりも、ステーキングした方が、当然枚数もらえますから、いいのかなと思って入れてるだけなんですよね。うん。それでまた枚数もらえますし、やっぱりね、こう、直近での売り買いを、される予定がない方であれば、これもね、バイナンスで、ステーキングのやり方も超簡単ステーキングのやり方みたいな、説明してますから、そちらをね、参照なさって、見ていただければ、めちゃくちゃ簡単にできますので、一回ね、ちょっと少ない枚数でもいいので、最低枚数と最高枚数っていうのが決まってるんですよ、通貨ごとに。うん。ですから、最低枚数ぐらいからちょっとね、不安だったらやってみたら、いかがですかね。意外と面白いというか、結構ね、利息としてもらえたりするので、いい、お小遣い稼ぎには確実になりますよ。ただ、まあね、すぐ売りたいと思って、すぐもう1分2分で取り戻すとかいうのができないので、1日ぐらいかかるんですよ、帰ってくるのに。バイナンスとかであれば、1日かかります。ですから、そこをね、すぐ売りたいっていうのがちょっとできないので、そこら辺のデメリットはあるんですけれども、もうそんなこと考えてないと、とにかく長期保有目的だからっていう方であれば、一回ね、試してみるの本当におすすめします。いい形に仕上がってますから、あれは。うん。IOST とかね、あとは、あちらでございますよね。ステーキングで言うと、NPXSS、プンディ X ですね。トークンリダクションがもう最近終わりましたね。3月30日に。で、バイナンスがね、いわゆるサポートするというニュースが、流れておったらしいんですけれども、ちょっとごめんなさい。私、まだ確認してなかったです。うん。で、バイナンスがサポートするらしいんですよ。この、
トークンリダクションに関しても、あとは4月以降にプンディ X、 新しく通貨名が変わってプンディ X になると思うんですけど、このプンディ X がね、またステーキングを行うよというふうに言ってますので、おそらくバイナンスでもそちらのステーキングプンディ X のねできるのかなと思いますので、まあ一回ねお試しでやってみるのをお勧めします。やっぱりなんで日本ではこんなに流行ってないのかって言ったら、日本の取引所自体があまりやってないじゃないですか。リスクかもしくはテゾスでしょ。ですから少ないんですよ、通貨数が。ですから海外はねもう本当にすごいですよ。そういう風にしてみんな稼ぎまくってますから、なんだかんだ言って。ですから一回ね試してみるのをお勧めしますよということでございます。もう半数の人たちがやってますからね、実際問題。ということで、まあこちらが、いわゆるまあまあビットコインのね価格予想も出てますね。まあほとんどのユーザーが5万から6万ドルの価格帯にとどまるか、もしくは2021年に上昇するんじゃないのかなと。30% の方が4万ドル以下になると予想しているということでね。でこちらもちょっと気になりますよね。ディファイを知ってる人は3分の1って、ここちょっと気になります。逆に言うと、これがどんどん広がれば、残りの3分の2の方まだ知らないってことですから、今後ね、また発展してくる可能性がやっぱり、全然ありますよね。イーサリアム、ドット、先ほども言いました、エイダムに含めてもですね。ですから、今からね、まだまだ、そちらの、3通貨に関しても、ディファイ関係に関しても、どんどん広がりを見せていくんではないのかな、という形がしております。はい。そして今日のね、最後のニュースになります。いきますよ。海外のニュース、なんで同時が上がったのか、これでわかります。日本のニュースは当然流れておりません。いきますね。はい。イーロンマスクさんがなんとドージコインについてまたまた言及を行ったよーと。ただこれちょっと裏があります。ですから売りが入ってました。ですから私がちょっと直近で3分の1、2ぐらいね利確してもいいのかなよ、いいかもですよーと、また下がってくるかもねって言ったのはこれです。はい、ちょっと私もね早とちりしちゃって、ほら見ただろみたいな感じでね、マジで調子乗ってしまいました。本当に気分害した方、バッドボタンでお願いします。すいません。はい、でいきますよ。まずこう言いました。スペース X はいいですか、文字通りのまあ同時コインを月に置くつもりですっていう風にツイートしたんですよ、イーロンマスクさんが。でこれを聞いた方が、最近ねイーロンマスクさんがまた別のツイートでこういう風に言ったんです。スペース X ロケット船に、スペース X ね、ロケットあるじゃないですか、あれに同時コインまたはこの芝犬のねこの同時のマーク、もしくはビットコインのロゴをつけることを計画しているというね、ジョークをツイッターでしたんですよ。これで分かるんですよ、ツイッターでしたんですよ。でその後に今日4月1日、スペース X はもう、同時コインを月に置いていきますと。まあ、これいろんな含みがありますよね。スペース X の、宇宙船にね、貼り付ける。もしくは、もう、ムーンさせるために何かしらの、行動を起こすよっていう意味もね、捉えられるでしょ？ムーンっていう意味で。でも実はこれ、今日、エイプリルフールなんですよ。はい。ですから、これ、エイプリルフールのいたずらなんじゃないかっていう風に、巷ではまた別な形で言われてます。はいはい。エイプリルフールなのみたいな。で、ですけれども、いいですか？ちょっとまたこうね、私の推測ですよ。いきますよ。この、イーロンマスクさんと、同時コインの関係性ね、ちょっと言いますね。ちょっと上から下流しながら言いますよ。そもそも、イーロンマスクさん、こういう風に言ったんですよね。同時コインを、いいですか？地球の未来の通貨とするという風に言ったんですよ。地球の未来の通貨となると、代表通貨と。こういう風に言ったんですよ。で、さらにその、後にですよ。いいですか？ご自身のイーロンマスクさんの生後9ヶ月の息子さんのために、ね、この同時コインを息子さんのために、プレゼントしたんですね。めちゃくちゃ大量の量を。まあ、それは、これぐらいすごい人ですから、そんな、もうね、1000枚、2000枚とか、そんな1万枚とか、そういうレベルじゃないと思うんですよ。この同時コインをもう息子さんのためにプレゼントしたと。これって、冗談でそんなことします？そもそも。と思ってるんですよ、私。ですから、同時コインいつか来るよ、いつか来るよっていうのはこれなんですよ、理由は。で、ですね。さらに言うと、ほら、2日3日ぐらい前に私ニュースの方で言ったじゃないですか。航空会社が、同時コインを、航空券の購入通貨として採用してるんですよ、これ。実は。覚えてらっしゃいます？こういう風に、ね、バイナンスでも、バイナンスペイというアプリの中で、同時コイン、小口決済の手段として使われてるんですよ。そして、ダラス・マーベリックのオーナーの方も同時コインをなんとかね、いわゆる1ドルにしていこうとしているんですよ。これって冗談なんですか？冗談でそんなことすると思います？私は思えないです。はい。ですから何遍も言いますけど、わかりますよね。世界の、わかります、トップ3に入る金持ちの方が、冗談で言うとは思えないんですよ。こんなわけわからんことを。それって本当にね、遊んでるようにしか見えませんけど、おそらくそれじゃないのかなと。じゃなかったら息子さんのために買わないのかなと思います。今、同時コインですね。0.06 ドル付近。日本円で言うと、まだ8円ぐらいでございます。購入するのを検討してみてはいかがでしょうか、ということで、本日4月1日の第2部のね、放送をこちらで終わらさせていただきたいと思いますけれども、皆様いきますよ。チャンネル登録者の方がなんとですね、いきます。
508名でございます。ありがとうございます。皆様500名をね、昨日の夜3月31日のラスト15分でクリアして、4月1日いい出だしでスタートしております。とにかく私何遍も言って申し訳ございません、4月に1000名を目標として必ず必達しますので、ぜひともですね、ぜひとも皆さんのコメントであるとか高評価、あとはねバッドボタンでも構いません。そして何と言ってもチャンネル登録の方ですね、こちらの方よろしくお願いいたします。はい、すいません、今日はですね、これぐらいに、こうね、同時行為の話もありましたし、いろいろね、ロシアの話もありましたし、これぐらいにして、お開きとしていきましょうかということでございますね。それではですね、明日、4月2日の第1部の配信をまた、昼前ぐらいにね、させていただこうと思います。明日はもう金曜日ですよ、皆さん。めちゃくちゃ早いですね。もう週末ですよ。もうすぐ4月終わっちゃって、気づいたら年中6、7月、夏休みが来てすぐです。すぐ年末、楽しい年末待ってますよ。コロナもね、いい形でワクチンができて、皆様ね、こう注射打たれて、うん、ある程度ね、収束してくる流れになるでしょうと。今年は無理でも、来年はね、もうなんとか収まっているのかなと。ですから、今年は本当にいいですか、皆さん。稼いで、バリバリ稼いでいただいて、海外旅行のね、資金に充てるなり、お車を購入する資金に充てるなり、はい、お家を買う頭金、もしくはお家を一括で買う金額にね、資金に充てたり、そういった形で資産増えていきますから、必ず今年は。ですから、いいですか、何遍も言いますよ、何遍も言いますよ。会場は絶対に避けてくださいね。変なとこで入らない、なるべく現物をガチホで行くのがベストでございます。今年の相場は絶対にベストでございますから、そこを頭にね、留めておいてトレードをしていきましょうということでございます。リアルなね、仕事の方も私もバリバリ頑張っておりますので、いいですか、リアルな仕事の方も私ね、いろいろメール来ますよ、頑張りますと、もう私も頑張っております。もう一生懸命喋り続けます。はい、皆さんもお仕事をバリバリね、働いて稼いでいきましょう。そして仮想通貨に少しでも入れて資産を増やして10年後いいですか、早期リタイアしましょうよ。はい、これを、ね、目標としてやっていきましょうということでございます。はい、すいません、また長ったらしくなって申し訳ございません。本日の第2部をね、終わらさせていただきたいと思いますので、明日の朝の配信を楽しみにお待ちください。それではおやすみなさい。では